運賃が値上げされたのは、大分交通グループが運行するエアライナーなど、県内各地と大分空港を結ぶ3つの路線です。片道あたり50円から450円の値上げとなりました。また、通常運賃よりも割安な4枚券はなくなり、2枚券はエアライナーでのモバイルチケットのみとなりました。全体的に上がってきているので、それはもう仕方ないのかな。今回の値上げ、大分交通は燃料費高騰や運転手確保のための人件費増加のほか、次のような要因があると話します。コロナ禍で落ち込んだバス利用者がですね、未だ戻りきれていない中ですね、来春ですね、就航予定のホーバーによりまして、さらなる利用者の減少と、大幅な減収を予想しております。またこんな可能性についても、空港バスの利益で今の市内の路線バスの赤字をこう補っている形があるんでですね、ホーバーが来ることでエアライナーが減収になれば、その赤字の路線についてはもう今後はもう縮小していかざるを得ないかなと。一方、路線バスでは他社ですでに値上げの動きが。亀の井バスは今月1日から初乗り運賃を20円値上げ。また大分バスは来年3月に大分市内の路線で30円から100円程度の値上げを予定しています。